どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問ですね。しっかり食べてほしいのに食べ遊びします、どうしたらいいですか？はい、結構あるあるだよね。特にワンちゃんの子犬の時期にそれで悩まれる方も非常に多かったりとか、なんか一時的に食べなくなるとか、いろんなパターンがあったりするんだけども、ただね、基本的にはワンちゃんの食欲が本当にないっていう時に一番最初に相談するのはやっぱり獣医師さんに聞いてもらうっていうのが一番いいかなって思います、はい、ただ獣医師さんに聞いても特に問題ないよって言われちゃうパターンも結構あったりするのかなと思っていて、一番多いのがね、多分運動量が少なくて食べる気がしない、例えば1日に2回お散歩行ってる方もいれば、中には1回とかちょっと少なめの方もいるんだよね。1回しか行かない上に、例えばね、お散歩が15分とか20分とかちょっと時間も少ない上に1回とかってなってくると、ワンちゃんたちも排泄の回数も少なくなるんだよね。後ろに書いてある表記って、あの表記通りに上げるってなってくると、あれは一定の運動をしてだいたいこのぐらい必要だよねっていうもので、後ろのご飯の量って書いてあるから、もちろん人間でも一緒だけど、アスリートみたいに普通の人の2倍3倍動くよっていう人はそれだけ食事量が増える、もしくはカロリーが高くても太らないし、それだけ食べたりすることができる。ただあれだけの量を自分たち一般人が食べるって言ったら、食べちゃったら食べちゃったらブクブクに太っちゃうし、逆に食べていいよって言われてもあれも結構食べるのも大変なので、基本的にはご飯を食べないで病院で問題ありませんって言われて痩せていないのであれば、本人がそれ以上のエネルギーを必要としてない、だからそもそも食べる必要性がないから、まあ遊び食べしちゃうってよりは、まあ、お腹空いたらちょこちょこ食べるから、ちょこちょこ食いみたいになっちゃってるのかな、きっと。運動量増やしてあげると結構ね、それでご飯をきちんとね食べるようになってくる子たちが多いんじゃないかなって思うのと、あともう一つが、特にね子犬の時期っていうのは避妊とか去勢とかする子もいるし、まあ、中にはそのまましない子もいると思うんだけども、特に避妊去勢しなかった子たちだよね、大きくなるにつれて発情とかそういう時に一時的に食欲落ちる、他に優先すべきことができちゃうからねっていう場合は、例えばその毎年見てるとこの時期だけ食欲落ちるのよねとかは気にしなくてもいいのかもしれない。その時期抜けちゃえばまたしっかり食べになるから、だからご飯を食べなくなるっていうのも全然あるんだけども、長期間続かないんであれば、あとは全く食べないわけじゃなくて食べるんだけど残すだったら様子を見ちゃってもいいのかなって個人的には思ってます。また避妊去勢したりするとね、ちょっとストレスの関係が変わってきたりすると食べるようになる子もいるんだけども、中にはね食べ過ぎるようになっちゃったりする子もいるから、そういうところはねちょっと注意してみなきゃいけないんじゃないかなと思うんだけども、一番はやっぱり運動量かなって思ってるのと、あとはちょこちょこ食べちゃうパターンになってくると、自分たちもね一回食べる量が少ないからずっと出しっぱなしとかにすると、やっぱ出しっぱなしにしてるといつでも食べられるから、その時に食べないっていうのも出てきたりするかなと思っていて、そこをねうまくね調整してってあげると、まあ、ある程度ね問題って解決していくことが多いんじゃないかなと思いますので、ぜひね皆さんもねそんな風にしてやっていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。はい、ということですね、ご飯を食べないことが問題っていうよりは、なぜ食べないかを探していかなきゃいけないってことですよね。運動量が少ないのかもしれないし、未避妊未去勢の子たちだと今はそれよりも他にしたいこと、特にね成長過程でかかってくる子たちだと、そっち側にね強くね意識がいってしまうと、食べたりすることよりもねそっちが気になっちゃったりすることもあったりします。もちろん一番は動物病院さんでその子の健康を証明していただいてからの方がいいかなと思いますので、置きっぱなしだったりとかね、あとその他におやつとかの間食が増えても主食を食べなくなるっていうのは起きたりしますので、ぜひね皆さんもね気をつけてワンちゃんの食事管理してみてはいかがでしょうか。